こんにちは。米食味鑑定士の渡辺米国の渡辺誠一郎です。今回はお米の新米の時期を説明させていただきます。お米はほとんどの県で1年に1回だけ収穫いたします。収穫時期は各県ごとに様々で、8月頃から10月頃にかけて収穫いたします。品種、収穫場所によって収穫時期が変わります。新米と呼ぶのもその年の12月31日までを新米と呼びます。1月に入ってからは新米とは言いません。そして1年かけて消費して、また5月頃から田植えが始まり、8月頃から10月頃にかけて収穫されるという感じです。新米は香りが強くもっちりしてて、ついつい食べ過ぎちゃいます。以上、お米の新米の時期についてでした。お問い合わせはフリーダイヤルで 0120-379-100 株式会社渡辺米国です。サイト名は福井味覚クラブで検索してください。